い前へ、まんまるポムポムであります。今日はもしもの時のサバイバル術シリーズ、家にあるものでランプを作ろう。ご家庭にあるまさかのあれがランプになる。まさかのあれとはこちらです、シーチキン。これで今日はランプを作りたいと思います。まさかのあれがと言ったんですが、もうシーチキンランプは定番中の定番のサバイバル術。今さらだと思ったあなた、いえ今さらなんです。ここに来て改めてやってみたいと思います。まずシーチキンの缶のところに何かしらの形で穴を開けます。ハサミでやってみたいと思います。あ、開いた。あ、めっちゃ簡単。缶って結構簡単に穴開きますね。開いた。おお、ツナの匂いが一気に。TUNA TUNA。 次にティッシュを用意します。ティッシュを1枚ちょっと長いから半分ぐらいに切って、こより状にクリクリします。これを先ほどの穴の中に突っ込みます。ぎゅう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 ぎゅ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 。火つける分ぐらいだけ出しておきます。でちょっとだけ待ちます。あ、すごい、お分かりいただけるであろうか、染みてきてる。あ、もうし、わ、まだ2分ぐらいしか経ってないのに先端まで油が染み込んできました。こうなると OK です。すごい、羽衣と田舎の絶景、映える。それでは火をつけてみます。点火用意、点火。黒い煙出てますけど、これいいんかな。これすごいボーボーに燃えてます。え、めっちゃ黒い煙出てるけど、なんかこれ部屋でやってると火災報知器とかなりそうですね。え、思ったよりめっちゃ燃えてる。アルコールランプぐらい。これでだいたい1時間ぐらいは火がつき続けるそうです。なんかすごいジュージュー言ってる。美味しそうな音がする。お家などでする場合は一応火を使うので、水など消火剤をしっかり準備してやってください。停電など災害時にも使えると思うんですけども、このままでも結構、土台はしっかりはしてるんですが、念には念を置いて、地震とか揺れで倒れたりすると危ないので、お皿とか倒れても燃え移らないようなものの容器の中に入れてやると良いかと思います。今外でやってるので結構風もあるんですが、なかなか簡単には消えません。消したい。ちょっとちょっとちょっと、奥さん奥さん、ここだけの話なんやけど、マンボウ、小魚、マグロ。あ、消えた。消えた。マグロレベルじゃないと消えないってことですね。さすがツナ。え、ツナってマグロじゃないや。カツオ？ツナってカツオ？カツオって書いてある。で、うまいこと今言ったなって思ったんけど。カツオって書いた。ずっと燃やし続けてみて、およそ1時間燃え続けました。中身を食べたいと思います。おー、あ、芯はちゃんと中で残ってます。中身はこんな感じ。見た目的には普通のシーチキンと変わらないんですが、いただきます。ヘルシー。油がさっぱりしてるというか、
しっとりはしてるんやけど、あの油っぽい感じというかまとわりついてる感じがないです。そして何よりちょっとあったかい、明かりの後に美味しく食べれる、一石二鳥。以上、状況終わり。最後まで見てくれてありがとく。大型ダンプ Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。